ましては、その、南の千葉県の、南部の地域にも関わる政策ですけれども、このアクアラインの通行料についてお話を教えてください。これは、まあ、800円という、これは、今の森田知事の心血注いだ成果ですので、これはもう、しっかりと受け継いでいかなきゃいけないと思ってます。もう、千葉県の南の方ですね、の人たちにはもう根付いている、もう定着していることですから、それは知事が変わったからなくなりますよっていうのは、それはね、なかなか、それはできない。当然それは続けていく。私が知事になっても当然継続しています。ありがとうございます。では残ったお時間、ありますので、この言い忘れたこととか、はい、最後のまとめとか、はい、その思いの方をちょっと伺えたらと思います。はい、やはり千葉県というのは農業、水産、まあ林業も含めてですね、やはり一次産業で、まあいわゆる成り立っていた県です。その伝統は今でも続いていますが、まあ、実は食料の自給率で見ますと、カロリーベースですけども、森田知事就任から10年間で3ポイント落ちてます。つまり、食料の自給率は今29から26ですかね。26% しかないんですね。まあ、東京 1% 未満なんですよ。東京はね。まあ、そういうこともあるので、やはり、県民のやはり食べるということについての保障は、やはり、しっかりと職業自給率、まあ、カロリーベースにするのか、まあ、生産的なところにするのかは別にして、やはり上げていくこと。これがやはり知事の仕事の一つだと思ってます。で、最近いすみ地区ですけども、いすみの、まあ、有機野菜による給食提供、あとは、無農薬の米ですか、太田市長さんの護衛団で、やってます。これはね、私の県外の友達がみんな注目したんですね。千葉県というと、いすみの給食なんですよ。だから、ああ、それだけ有機野菜とか、無農薬の米っていうのは、今、非常にこの、まあ、ある面では、ブランド品っていうか。だから、千葉県もその、給食と、学校給食と、やはりその、有機野菜、何しろその、無農薬の米ですね、有機米ですか。そういうものを、こう、きっちりと結び合った中での、食の提供という、まあ、ある面では安定した、給食と安定してますからね。そういうことに、一石二鳥三鳥の、やはり、教育と農業の結びついたコラボって言いますかね。そのようなことはできないだろうか。で、それがある面では農業しようという人の新しい、まあ、人材を生み出す刺激にもなれば。やはりそろそろ、例えばインドネシア、フィリピン、ベトナム、こういう亜熱帯ような地域、今非常に有機農業が盛んだって言ってますね。で、韓国も、お隣は韓国も。で、韓国などは来年、2021年の段階でソウルが900万、まあ1000万近い人口を抱える、970万ぐらいですかね。人口のソウルが小中高に無償給食を行うと。無償なんですか？そうなんです。給食費無償なんです。はい、しかも有機、野菜ですかね。それを食材にした給食をソウルがやる。東京の都知事がやるとか千葉県の知事がやるなんてなかなか言えないですけどもね。ソウルはそれをやるそうです。で、韓国のいろいろな都市でその給食無償化っていうのが高校を含めて結構だんだん定着してきてる。やはりそういう意味でも有機野菜、有機農業、それと給食のプラス無償化。これが結びついてきてるっていうことは、ある面では非常に大きな。で、台湾でも、有機農業を、まあ、給食にということも台湾でも今起きてます。やはり、日本はその、いすみが一つの、千葉県のいすみが、ある面では突破口になったかもしれませんので、
やはりそれを大事に、やはり県政の一つの目玉として、やっぱり農業の発展、それをやはり知事としては、重点的にやっていきたいと思ってます。ありがとうございます。本日、皆川慎一郎さんにお話をお伺いしました。皆川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。